時代の革命家になろう。どうも、アルガです。どうも、さやかです。はい、ということで、早速ですが、今日のテーマは、私は高卒パティシエさっチャンネルというチャンネルをやってるので、 YouTube の登録をお願いします。違うよね、いきなり広告ぶち込まないでくれ。今日のテーマは、はいどうぞ。今日のテーマは、はい、なんかパウンドケーキを教えてくれると、はい、あ、そういうことですよ、はい、そういうこと、そういうこと、すんなり言ってほしいんですよね、はい、ちょっとぶっ込んで見てました、はい、ということで、今日はパウンドケーキをやるんですけど、いやいや、今さら何をパウンドケーキやるんだよってちょっとね、視聴者さんも思うのかもしれないんですけど、入社して5年目、はい、専門学校出てないんですね。出てない、はい、専門学校出ているからといって、パウンドケーキのことを全部勉強しているかというと、またそれは話は別なんだけど、うん、まあ、今回はですね、実はパウンドケーキっていうのは、仕込んでる途中によく分離しちゃダメだよねとか、うん、この卵をちょっとずつ入れていくとか、うん、すごく分離に気をつけて作るお菓子だと思うんですけど、はい、それをね、なぜ分離させちゃいけないのかとか、なんかその辺って、焼いた時に失敗ってどういう風になるのかな、結構パウンドケーキって分かりやすくね、あの出ると思う、はいはい、そこでですね、今回わざと失敗してみようと思います。おー、まあ、君は毎日失敗からやと思うんですけど、はい、まあ、ほら、成功はこうっていうのもさ、はい、失敗ってこうだよね分かっとくのって結構重要だと思うんだ、はい、いや本当に、ね、ということで、視聴者さんね、おそらく勉強熱心な方多いと思いますからね、はい、で、しかも今日はこの後ろに見えてる、これ今ちょっとスフレチーズを焼いてるって謎に開いてますけど、扉が、これ気にしないでください。今日はこのデッキオーブンと、そちらのね、ちょっとチラッとしか見えてないこのコンベクションオーブンで、デッキオーブンとコンベクションオーブンで焼くとどういう違いがあるのかっていうのも、ちょっと実際同じ生地なのにね、焼くオーブンによって違うっていうのをちょっと勉強してもらうの、勉強になると思う。めっちゃなります。なるでしょ。めっちゃなります。だから今回4本焼いてみます。まず1本はちゃんと作ってデッキオーブンでも焼いたもので、ちゃんと作ってコンベクションオーブンで焼いたもので、わざと分離させて平釜でデッキオーブンで焼いたものと、わざと分離させてコンベクションオーブンで焼いたものの4種類を今回焼き比べて、はい、まあ、実際にカット麺とかね、まあ、視聴者さんは食べられないんですけど、視聴者さんに言って視聴者さんは食べられないんだけど、はい、またやかちょっと食べて、はい、どういう違いがあるのかっていうことをこう勉強してもらおうかなと思います。贅沢な企画です。はい、贅沢ですかそうだよね、1対1でガチでこんなにパウンドケーキを、ね、勉強できるって、うん、なんて素晴らしい上司でしょう、はい、ありがたい、はい、ということで、今日はパウンドケーキ、わざと失敗したらどうなるかということでやってみたいと思います。それでは行ってみましょう。行ってみましょう。はい、それではじゃあ材料ですね。まずバター、これ2回戦やろうと思うんで、失敗バージョンと成功バージョン、今回はすごくシンプルに4度割りのパウンドケーキなので、バターと薄力粉、グラニュー糖、卵がほぼ同じ量でやっていきたいと思います。パウンドケーキというのは1ポンドずつ4度割りのレシピが基本になっております。なので今日はこの基本の配合で2回ほど失敗と成功をやっていきたいと思います。じゃあまずミキサーにバター入れます。これちょっとね、もう常温に出していて軽く柔らかくなってます。で、ここに砂糖入れちゃいます。サブレの時は砂糖入れちゃうと、こう空気がね、入りすぎてボロボロっとしちゃうんですけど、パウンドケーキは空気入れたいので、先にもう砂糖入れちゃいます。これで回します。はい、型はね、ステンの型と、型紙はこのね、クッキングシートみたいなので焼いていきたいと思います。条件は一緒、この鉄板に型を置いて焼いていきます。はい、ということで、バターとグラニュー糖をすり混ぜて白っぽくなりましたね。これとこちら、今ね2個同時にやってます。で、ここからが本番、こっちの方は一度むちゃくちゃ分離させたいと思います。そんなことをしていいのかというぐらい、こう卵を入れまくっちゃいます。ザーッとね、今半分ぐらい、いや3分の2ぐらい入れました。はい、まあ、見ての通りこんなね混ざりません。で、これちょっと周りかきますけど、これだけの量を入れちゃうと、まあさすがにね、こんなねアホなことする人いないと思いますけど、それだけ分離が激しくなると失敗がすごくなるのがね、分かりやすくやってます。はい、じゃあもうね、この分離してるんですけど、この残りの卵も入れちゃいます。あー、はい、もうこんな感じ、すごいですね、ひどい分離状態です。見ての通り、この分離した状態のところに薄力粉を入れてあげたい。簡単、
じゃあこのね、めちゃくちゃ分離した状態、ここに薄力粉を入れちゃいたいと思います。でこれで混ぜます。しっかり混ぜましたので、意外とね、ほら見た目はあれ全然問題ないじゃんというような感じになってるのお分かりでしょうか。じゃあ次ね、ちゃんと作っていきたいと思います。はい、こちら。はい、それではね、こっちはちゃんとちょっとずつ、ね、乳化させながら作っていきたいと思います。最初に卵をちょっとだけ入れます。本当にちょっとだけ入れます。まだ分離してません。で、もうちょっとだけ入れます。ちゃんと途中で混ざりがいいように書いていきます。はい、今ね、卵3分の1ぐらい入れたところで、こういう状態、まだ分離してません。ではここで薄力粉をもう半分ぐらい入れちゃいたいと思います。分離をする前に薄力粉を入れます。ちゃんと混ざるように周りをね、きれいに描いていきます。ではよく混ざったので、続きの卵をちょっとずつ入れていきます。これで卵が全部入りました。今卵が全部入って、途中で入れた薄力粉が半分です。でここに残りの薄力粉を全部入れます。はい、粉が全部入ったらしっかり混ぜます。はい、ということで、はい、生地ができました、はい、こちらがちゃんと丁寧に作った方、はい、こちらがむちゃくちゃ分離させて作った方、はい、違いはどうでしょうか。そうですね、なんかこっちの方が見た目なんかツヤツヤしてて、うんうん、こっちはなんか表面がやっぱり分離してるような感じがして、あんまりツヤツヤはしてないですね、こっちに比べれば、ね、ちょっとカメラだと分かりにくいんですけど、白っぽいの分かるかな、乳化してる方が、はい、ほらちょっと分かりにくいですけど、はいはい、でね、比べると、はい、これなんでかっていうと、結局分離してる生地っていうのは空気抱き込みにくいんですよ、抜けてっちゃうんで、なのでやっぱり同じ回数混ぜても乳化してる生地っていうのはコシが強いので、空気をちゃんと含んでくれる。分離してる生地っていうのはどうしても空気含んでくれないので、若干黄ばんだような感じになっちゃうんですよね。これを焼いていきます。わかりました。これね、今ここにね、分離してる方はバッテン書いておいたんで、はい、こっちにいいやつ、はい、これもバッテン書いておいたんで、こっちにいいやつを、はい、いいやつ、いいやつ、はい、こっちに分離した方、これ2等分で入れてください。はい、わかりました、はい、測りながら、測りながら、そんなドギマギしなくていいですよ。緊張しちゃう。生地をね、触ったこの手にかかる抵抗感みたいなのを、はい、覚えておいてもらいたい。はい、わかりました。そっちはいい方ね、ちゃんと乳化した方、ちょっと柔らかいですか。その表現が果たして合っているか分かりません。なんかクリームみたいな。あの1個しか触ってないのに変な感想を言うと後で感想しづらくなるよ。あ、そうですね。え、大体ですか。そうか、大体ちゃうわ。同じ量つってんだろ。え、これ絞り方ありますか。ない。いや、ビューって絞ってくれればいい。もう、うん、普通に、うん、じゃとりあえず平らに絞ってくれる。ちなみに配合は 300g の4等割り、若干減るから580とか。え、もうずっとこうやって絞ってくれる、うん、とりあえず平らにまっすぐでいいよ、はい、肩は意外と大きいから、はい、意外と入るかもしれない。結構入りますね。カードの方がやりやすいんで。あ、ありがとうございます。違いを分かってもらいたいから、はい、分離してる方を
なるほど、わかりました。これ、ちょっと、はい、わかりました。次、こっちの画面なんです。はい。焼いてみるとやっぱ全然違うんですね。生地の触った感じはどう？触った感じは…わかりません。わかりません。でも見た目がちょっとやっぱ違うぐらいで、柔らかさ的には一緒ですかね。580入れすぎた。540ぐらいですね。540、はい。560で。160。もしお疲れ様です。ハギ、カメラ回ってる。はい。じゃあちょっと絞ったらですね、はい、この平釜とコンベクションオーブンで焼くんで、コンベクションオーブンを予熱します。180度ぐらいで回そうかな。デッキオーブンの方は予熱200の170で、実際はね180の170とかで焼きます。でこれよく縁をこう横にさつけるとかあるでしょ、はい、あれほぼ意味ないんでやりません。なんでかっていうと、どうせオーブンに入るとすぐね数分でね生地熱によって平らになるの。だから別に横につけといても汚れるだけ、はい、なるほど、うん、あじゃあカピカピになっちゃうだけ。そう、そんな意味ないんでやりません。でさ、たまにさお菓子の本読むとさ、ここにさバターを割れ目に絞るみたいなの読んだことない？それなんか割れやすくするために、あれもね実はちゃんと乳化した生地だったら勝手に割れるんで、はいはい、あれやる必要ないです。わかりました。はい、OK、できた、はい、じゃあこれで、じゃあこっちは平釜に入れていきたいと思います。はい、はい、どうぞ。でオーブン開けたらすぐ入れる、さーっと入れる。はい、で今日は180の170、 OK、はい、でこれでとりあえず40分ぐらい焼きます。これ平釜ね、はい、次コンベクションオーブン、はい、はい、いいよ。なった、余熱180になった。あ、まだちょい待ちね、はい、ちょい待ち。でこれウノックスなんですけど、前の僕のウノックスの最新版の動画、皆さんご覧いただいたでしょうか。ご覧いただいたでしょうか。ちょっとだけ。こいつ見てねえな。これね一個古い型なんだよ、はいはい、で一番自慢できるのが、最新のやつは無風を調節できる。風を止めることによって、周りからずっと風が当たり続けるよりも、保温してるその中での風の対流がない状態で優しく生地を焼いてあげると、まあ、生地がねこう軽く浮いてくれるというね。これ見てる人はですね、今みたいな質問しません。はい、はい、見てください。はい、OK、じゃあ行きましょう。こちらは180度に予熱して、はい、はい、真ん中にね。じゃあこれは35分でかけときますか。あのコンベクションオーブンの方がやっぱ火の入りが早いんで、170度で焼きます。まあ、基本はデッキオーブンより10度から20度低い温度で焼くのがコンベクションオーブンの、まあ、セオリーです、はい、ということで今日は170度で焼きます、はい、さてどうなるか楽しみでございます。はい、早速違いが出てきました。ちょっとアップわかるかな。表面がポコポコ出てます。これね分離して仕込んだ方ですね。でこっちの方はわかりますかね、この気泡のポコポコの具合がこっちのが少ない。ちょっと離れればわかるかな。ほらこの辺がちょっと違うかなっていう。右がちゃんと乳化した方、左が分離した方です。はい、ただいま35分経ったところですね。見ての通り横から見ると分かると思いますが、特にこっちの分離した方は浮いてないですね。でもしっかりと割れ目ができて浮いてます。でこれはコンベクションオーブンで焼いてるんですが、ちょっと今ね平釜見づらいですけど、平釜の方もこちらが分離した方で、こちらが乳化した生地ですね。これは2つを比べるとやっぱり分離した方のが浮いてないですね。じゃあ全部で50分ぐらい入ったかな。はい、うん、はい、じゃあコンベクション出します、はい、でちょっとトンってやる、トン、はい、焼き上がり。まあ両方ね割れてるは割れてると思うんですけど、まあ、横から見るとこんな感じで、やっぱちょっとね分離してる方が低いかなって感じ、はい、ちょっと出しましょう。網に、はい、わかりました。網、はい、でこうやってこう、はい、大丈夫ですか。そうそう、
はい、であまり 高いとは落とさない。そうそうそう、はい、いいよ。はい、これは乳化してる方ね。これがダメですね。はい、分離してる方だね。はい、はい、OK。 じゃあもうちょっとで平釜の方も出ます。コンベクションオーブンの方が火が入るのが早いから、はい、ちょっと5分ほど早く出ました。はい、でもここから出ると結構低いんですね、こっちは。そうでしょ。これね、あとで平釜のやつと比べてもらうともっとわかると思うんだけど、はい、コンベクションオーブン周りから火が入っちゃうから、うん、浮く前にね、周り固まっちゃうんでね、火が入って。あー、なるほど、はい、ちょっと平釜を待ちましょう。なりました、出しましょう。はい、じゃあ同じように出してショックを与えて、はい、片ごとポン、うん、こちらもこっちがね、分離した生地、これが乳化した生地の平釜バージョンですね。ちょっと割れ方が違うのはなんとなくわかるかな、うん、わかるかな、ほら、ほら、そうですね、まあ、若干色もちょっと違うんだけど、はい、ちなみにこっちの方が5分ちょっとぐらい長く焼きました。じゃあ出しましょう、はい、いいダメ、いいダメにしよう、はいはいはい、端っこの厚みを比べてもらいたいんだよ。ほら、あー、全然違う。コンベクションでいい生地でも周りがもうグッと火が入っちゃって、はい、こっちほら、まあ、白いというか、まあ、いいきつね色でしょ、はい、でコンベクションオーブンってすごい周りがこんだけ色ついちゃうんだよね。要は周りから火がガーって入っちゃうから、はい、平釜の方は全体的に柔らかい火の色というか、はい、でこれでも火が入ってて5分しかも多く入ってるからね。ほら、優しい色味ですね。そうでしょ、はい、でこの割れ方もこっちはもうなんか噴火したみたいなバーンってなってるじゃん。そうですね、こっちは一旦こうやって浮いたものの真ん中が割れてる感じじゃない、わかる意味、はい、わかります。いきなりこいつはドゥーンだけど、はい、これは一旦まっすぐ浮いたものが割れてる感じだ、はい、こういう違いがね結構出てくるんですよ。焼いてる途中も見てたでしょ。あ、見てました。焼いてる途中の時点で結構差が出てたよね。あ、はい、こっちの方がやっぱ早かったです。うん、そう、ガッと上がった感じが。お前ガー好きやな。ガーッと上がってました。じゃあこれね、実際ちょっと一晩休ませてから、はい、明日試食していきましょう。はい、わかりました。はい、それでは一晩冷蔵庫で寝かせました。まず右からこちらがコンベクションオーブンで焼いたちゃんと乳化した生地です。でこっちが分離させてコンベクションオーブンで焼いた生地です。でこちらが乳化してデッキオーブンで焼いた生地で、こちらが分離してデッキオーブンで焼いた生地。これまずね、焼き面なんですけど、ちょっとねここのプツプツは砂糖の溶け残りです。粒子の粗いグラニュー糖を今回は乳化をするために卵を少し入れた後にもうすぐ粉入れちゃったんで、卵の水分で砂糖が溶けるんですけど、卵をねとにかく後から入れる状態にしたので、ちょっとねグラニュー糖が溶けにくい状態で仕込んでしまったので、こういう風に表面にブツブツのグラニュー糖の結晶がね残っちゃいました。グラニュー糖自体を粉糖に変えるとか、まあ、卵にね砂糖を溶かしてから混ぜるとかすると、まあ、こういうことはないと思います。特に4度割りのパウンドケーキは水分量が少ないので、この砂糖がね溶けにくいので、ちょっとまたその辺は乳化を前提として作った生地なので、この結晶が残らないように作るにはもうちょっとね気を使った違う作り方がいいかなと思います。それではカットしていきたいと思います。はい、ではカットしました。まずこちらですね、はい、これコンベクションオーブンで焼いた乳化した生地です。こちらは分離した生地ですね。でこちらが乳化したデッキオーブン、これが分離したデッキオーブン、はい、これコンベクションオーブンで焼いたもの、乳化したもの、分離したものですね。ここの気泡の出来具合とデッキオーブンで焼いた方のカット面ですね、ちょっとあんまり変わんないっちゃ変わんないかもしれないんですけど、こうコンベクションオーブンで焼いた方のがちょっと大きい気泡が乳化してる生地でも多い気しません？これデッキオーブンでね、これ大きい穴ここに開いてますよね。こっちは分離した生地なんです。でこの分離した生地両方ともね高さがこう低いと思うんですけど、うまくね空気を抱き込めてなかったせいっていうのと、乳化してないので熱反応が真ん中にバランスよく伝わっていないので、やっぱりうまく浮きませんでしたね。で乳化してる方の生地はうまく浮いてるんですけど、これだけ比べてみるか。こっちがコンベクションオーブン、こっちがデッキオーブン、
本当に見づらいんですけど、気泡がね、コンベクション部の方がちょっと粗いんですよね。これジェノワーズだともっと分かりやすくなるんですけど、これね、しかも触ると分かるんだけどな、こっちの方がキメが細かくってしっとりしてるんです。コンベクション部はこっちね、まあ、焼き色見れば分かると思うんですけど、焼き色熱いですよね。周り全体が先に焼き色が入っちゃって、抜けようと思ってた大きい気泡とかがなかなか抜けてない状態、まあ、こっちも残ってはいるんですけどね。風が当たり続けるので、やっぱりコンベクションオーブンで焼いたパウンドの方がちょっと乾いてますね。こっちしっとり。ちなみに時間はこっちの方が短いです。5分ぐらい焼き時間が短い。デッキオーブンの方が5分ぐらい焼き時間長いです。で、この辺を見てもらうと分かるんですが、ここね、上黄ばんでますよね。こっちもコンベクションオーブンで焼いて乳化してても分離してても、ここにこうグッとね固まってると思うんですけど、これね、抜けきらなかった変なバランスで偏っちゃった多分水分ですね。これデッキオーブンの方だとないんですよ。これなんでかっていうと、パウンドケーキって熱反応周りから起こってて、真ん中に向かっていって逃げ出したものが上から出るので割れるんですよ。これ講義編をご覧ください。で、デッキオーブンの場合は柔らかく火がこうビューッと入っていって、うわー抜けねえ上にドーンなんですけど、コンベクションオーブンの場合はもう周りも全部、上も色ついてると思いますけど、もうね、周りが先に火が入っちゃうので、抜けようと思ったものが抜けられないといってここに溜まるんですよ。なのでコンベクションオーブンで焼くときは結構周りからね、ずっと火が入っちゃうっていうのが、まあ、難点ということで、こちらも特に分離してる方は水分が分離しちゃってね、いっぱい出ようとしてるんで、なおのこと溜まってます。これね、デッキオーブンの方も周りの方がね、こうやって色がついたところ、もう逃げ道がなくなった状態のところにこうやって溜まってますね。これしかも分離した生地なんで、分離した生地は特にこうやって水分がポコポコ余計なとこから出てます。これはデッキオーブンですの、これ端っこ、もうちょっと合わせてあげたらこういう気泡も抜けたと思いますね。じゃ、これ試食してみたいと思います。何やっとるんだ、焼き菓子の補充？焼き菓子の補充。あ、そう。で、後でリンカにも試食あるから。パウンドケーキも。いや、やったじゃない。試食に反応するの。ちゃんと勉強のためにね。はい、わかりました。じゃあまず、じゃあコンベクションオーブンの方から食べてみますか。はい。どうぞ。いい方から食べてみて。はい、で、コンベクションオーブンで焼いた方も。はい、どうぞ。焼き面がやっぱりすごい。うん、まあ、一晩経ってるけど意外と戻ってないでしょ。戻ってないです、うん、結構サクサクですね、うんうん、逆に中はすごいもうなんか寝ちゃうとは言い過ぎですけど、うん、特に今頭の部分食べたから、これこっち側から見るとカット面が見えるんだけどさ、今頭の部分食べたでしょ。ちょっとギュッとしてるでしょ、上のところが。コンベクション部分は周りから火が入っちゃったから、抜けようと思ったものが抜けないでそこに溜まっちゃったっていうのはある、うん、はい、分離したものどうぞ。分離してコンベクションで焼いたもの、でもなんかやっぱりさっきよりもすごいなんか粉っぽさっていうのはちょっと感じたりはします。あのね、端っこ食べるとよくわかると思う。これね、端っこ見てもらいたいんだけどさ、コンベクションで焼いたのって両方ともここの分が低いんだよ。はいはいはい、わかる。これ平釜で焼いたものなんだけど、はい、ほらこれ同じ乳化した生地でもこっちの方がさちょっと高さがあって、こっちは急激に火が入っちゃったっていう。で、次乳化した生地のこのデッキオーブンで焼いた方、まあ、カット面とか全然違いますね。大きさがもう違う、確かに全然違う。それはもうね、食べれば分かると思う。こっちの方がしっとりしてます。そうでしょ、うん、でも実はそれ5分長く焼いてるんだよ。うーん、しかもあの10度温度が高いでしょ。温度も時間も長いし高いんだけど、コンベクションオーブンよりしっとりしてるでしょ。しっとりしてる。これだから要は風が起こってるか起こってないかの差は大きいってことだよ。分離してる方の生地、さやかすごいね、一滴も水飲まないで全部食べる。唾液量が半端ない。ハルキは口の中パッサパサやから。確かに全然気にしてなかった。次はデッキオーブンで焼いた分離した生地ね、はい、まあ、これもさ、見た目も高さが全然違うよね、うん、コンベクションオーブンのものよりはしっとりしてる。しっとりしてます、はい、なんか乳化したやつより歯ごたえが、うん、結構しっかりしてる、うん、なんか先にすごいバターを感じる、ね、気のせいかな。すごいバター感が強い、まあ、結局分離したところに粉入れてるからね。うん、まあ、あの講義編はもちろん見てると思いますけど、お二人とも分離したところに粉を入れると
はい、はるきくん。分離する方に粉を入れると、バターと粉が混ざったものと卵と粉が混ざったものが焼き上がる。ピンポン、はい。で、一番の難点は熱伝導率がむちゃくちゃ悪くなる。同じ生地じゃないから、もはや今言ったように2つのものが混ざったものだから熱反応の起き方が変わっちゃうんですよ。なのでデッキオーブンで焼いたとしても熱反応が悪いから水分は水分だけで蒸発しちゃうっていうね。で、小麦粉は小麦粉だけで火が入るっていう現象が起こるという。で、結果どうでした？4つの中で一番美味しかったのはこれ。そう、乳化してデッキオーブンで焼いたものだから、うちはデッキオーブンでパウンドケーキを焼いているということでございます。はい、はい、ご理解いただけましたでしょうか？いや、めちゃくちゃ分かりやすかったです、はい、ということでということで勉強になりましたが、はい、はい、めちゃくちゃ勉強になりました。それと今回はパウンドケーキでこうやって焼き比べして食べ比べてしてみたんだけど、今後このちょっと実験シリーズ、これも YouTube 生徒学校としてやっていこうかなと思いますので、うん、まあ、ぜひコメント欄でもこういうお菓子をもしこういうふうに失敗したらどうなるかとか、なぜ逆にいつもこういうやり方をしてるんだとか、はい、アルガのお菓子の作り方で結構変わってるのが多いじゃん。そうですね。それ何故そういう作り方にたどり着いたのかみたいな質問をしていただければ、ちょっと今回はこのパウンドケーキですけど、次回以降はちょっと皆さんの意見を取り入れて、君らも、はい、はい、いつも普段やってるお菓子なんじゃん、はい、なんでこういうやり方にたどり着いたんだろうっていうところ、逆に言うと失敗するとこうなるんだっていう検証動画もやっていきたいと思いますので、はい、はい、ということで新しい企画、検証動画シリーズ、失敗と成功を比べてみたシリーズ、ああ長いな、いろいろ検討していきたいと思います、はい、ぜひ次回の動画もご覧ください。ではまた。次世代パティシエ修行の形、菓子作りを通してつながる新しいパティシエコミュニティ、挑戦から生まれるビジネスアイデア、失敗から始まるチャンス、成功にとらわれるな、成長にこだわる、学びに対する熱い思いを持ったメンバーたちの参加をお待ちしてます。すでに食べなくてもしっとりさ、きめ細かい感じわかるでしょ、うん、硬いし、ガサガサしてる感じするでしょ、うん、この辺はもう見るからにもそうだけど伝わるから、まあ、ちょっと動画ではね、なかなか伝わらないんだけど、うん、こうやって実際に実験してみるとすごい分かるよね。だからこそこのやり方を選択してるってこと、うん、だからコンベクションオーブンでもしパウンドケーキやらなきゃいけなくなったら、やっぱこういうところが出てきちゃうから、じゃあ上に先に火が入っちゃうと抜けなくなっちゃうから、じゃあ上にアルミをかぶしとくかとか、なんなら無風モードって今ないけど、途中でスイッチ切ってみるかとか、っていうような工夫をしてあげたりしないとコンベクションオーブンではやっていない。なるほど。で、今最近の過去の動画で出した FMI のスチームコンベクションオーブンはモードとして無風モードがある、うん、そうするとデッキオーブンみたいに一回加熱した状態の庫内の中で風を滞留させずに無風だと、うん、庫内の保温の力で熱を入れるから、うん、コンベクションオーブンなのにデッキオーブンみたいな焼き方ができるっていうのが、うん、今新しいコンベクションオーブン、うん、こういう焼き方した方が美味しく焼けるよねっていうのが理解できた、はい、はい、ということで。